多くの塔、多島の塔の兎、多島のウサギは、広島県竹原市の多久野島に生息するウサギ発電所跡と戦前及び戦中、島では、ウサギが飼われていた。多久野島では、昭和初期から、旧陸軍による毒ガス製造が行われており、微乱剤や血液剤などの毒性、耐性、暴露実験に、ウサギが用いられていた。野生化したウサギもいたとされるが、 村上は戦争中一度も見たことないと証言している。他の行員の証言によると当時、うさぎ鍋にするかとよく話していたという。これらの戦前戦中のうさぎは、戦後の毒ガス関連施設処理の際に、全和殺処分されたため、当時のうさぎの子孫はいない。村上によると、多くの島のほぼ全域が国民休暇村になった際に、島のマスコット的な存在として、 動物を入れようという話になり、猿や鹿など検討された中でウサギに決まったという。そして1971年地元のある小学校で飼われていた葉っぱが離されて、それが野生化し繁殖した。その後も島内への登記が繰り返されたことにより、個体が増えていった。クリップ島内にあるウサミミオブジェ2011年監視がうだった年に、日本のメディアや、 CNN トラベルが紹介したこと、さらに同年に日本の旅行会社が国内外向けにウサギをテーマとした旅行プランを企画したこと、そして2013年2014年頃に海外のニュースサイトが動画付きで紹介したり、島を訪れた外国人が動画サイトに投稿したりしたことで、国際的にもウサギの島としての知名度が一気に知れ渡った。 年間苦島客は2010年度で約15万2000人だったが2014年に約18万6000人、外国人に至っては2013年で378人、2014年5564人、2015年に1万7215人と大幅に増えている。2017年は約36万人に達した。 2018年に行われた苦島客を対象としたアンケートでは回答者の93%がウサギとの触れ合いを目的に来島しているという結果が出ている。すべて外来種カイウサギが野生化したものになる。なおカイウサギは国際自然保護連合により世界の侵略的外来種ワースト100に指定、日本では外来生物法で 重点対策外来種に指定されている。その一方でカイウサギは世界中から関心と愛着を持たれる種である。以下、一般的なカイウサギの生態を示す。クリープ繁殖力の高さに加えて、多くの島は瀬戸内海式気候に属し温暖な気候のため、そして捕食者はカラスぐらいしかいないため、繁殖につながった。山田文雄によると、2019年時点での 日本国内の当初において11島で野生化界ウサギが確認されている。うち島が無人島であり、唯一多くの島のみ観光できる島である。なお、多くの島はほぼ全域が環境省所有地であり、瀬戸内海国立公園内の国立公園第二種特別地域に指定されている。ただ、島内のウサギは管理体制が確立していないままの話にされている状況である。 つまり、国立公園内の国有地の島でありながら外来種、カイウサギが無秩序に繁殖しているということになる。個体数は1971年っぱなし獣後、増え続けたが餌となった植物を食べ尽くしたことに加えて給仕が少なかったため2000年代には300羽あたりで停滞していたと推定される。その後観光客増に伴う球児の増加によって、頭数が増え、 2003年から2013年の間で、ほぼ2倍に増加。今後も調整しなければ増えるもとと考えられている。2018年時点での推定個体数は920倍以上。島の面積が約70ヘクタールであるため、2018年、密度は13.1波ヘクタール。人による給仕が繁殖に影響していることから、 全島に均等に分布しているわけではなく人が立ち入りやすいところに多くいる。多くの島、ビジターセンター、休暇村、ただの海港待合所などではマナーを守るよう呼びかけている。多くの島では2020年時点で餌やりは禁止されていない。餌は、ただの海港待合所やただの海のスーパーコンビニで購入できるが、島内では販売していない。無許可での島外への持ち出しは、 鳥獣保護法違反、島内への持ち込みは動物愛護法違反になる。旧家村や地元竹原市では重要な観光資源として位置づけており、様々なサービスを提供している。島内の旧家村内にウサンチュカフェがあり、ウサギのはなく、ソフトクリームを販売している。また、多くの島は、愛媛県大見島の制御港からも渡航できるが、海外客を中心に、 しまなみ海道サイクリングロードから行けるか問い合わせも多いという、ありがとうございます。